サミュエル・エトオサミュエル・エトオフィス、サミュエル・エトーオーフィス、1981年3月10日隊は、カメルーン・リトラル州、ドゥアラ出身のサッカー選手、サッカー指導者。カタール SC 所属。元カメルーン代表。ポジションはフォワード。サミュエル・エトオとも表記されることもある。別名黒い宝石。なお、フィスは、英語のジュニアに相当するフランス語のソエナである。 カメルーン代表の最多得点記録保持者であり、史上最多の4度のアフリカ年間最優秀選手賞、受賞、2度のアフリカネーションズカップ優勝、3度の UEFA チャンピオンズリーグ優勝など数々の栄養にしている。カメルーンのドゥアラシにあるカジスポーツアカデミーの一期生。1年半程度在籍した後、16歳でレアルマドリードカスティージャと契約。しかし、 外国人であったためセグンダ・ディビシオン B では試合に出場できず成長を妨げないようレンタルされ CD レガネス RCD エスパニョール RCD マヨルカで過ごした2000年のシーズン終了後に6億6000万円で RCD マヨルカに完全移籍し2002年にコパデルレ優勝に導くなど活躍している2004から2005シーズンに FC バルセロナに移籍し、リーガ優勝を経験した。2006年9月の UEFA チャンピオンズリーグ一時、リーグ、ベルダーブレーメン戦で、右膝半月板を痛め、全治5ヶ月と診断された。自身が、第二の故郷としている、マジョルカ島で療養していたが、2007年2月に、復帰し、ゴールも決めている。なお、復帰後の起用法をめぐって、出場を拒否するなど、 トラブルメーカー的な側面も見せた。2007から08シーズンは、ティエリアンリがバルセロナに加入し、前述のフロントとの衝突などから放出が噂されたが、結局チームに残った。しかし開幕前のインテルナツオナーレミラノとの親善試合で怪我を負うと、ボージャンクルキッチの対等などもあり、出場機会が減少。ただし、出場した試合では18試合で16ゴールと、 抜群の決定力を見せた。また、2007年10月17日には、スペイン国籍を取得し、カメルーンとの二重国籍となった。2008から09シーズン、監督に就任したジョゼップ・グアルデオラの移行により一度戦力外通告を受けるが、最終的に残留する形で踏みとどまると、10月25日の第8節度アルメリア戦で、 バルサ史上最の23分間でのハットトリックを達成し、この時点で8試合9得点を記録。バルサ在籍中の得点率が1.34試合となり、バルサ歴代2位につく、リオネルメッシ、アンリと共に、世界最強とも言われる3トップを組むと、自己最多、リーガ2位の30ゴールを記録し、チャンピオンズリーグ決勝のマンチェスターユナイテッド、FC 戦では決勝点を挙げた。 三シーズンぶりのリーガ制覇とチャンピオンズリーグ、さらにはコパデルレイをも制し、スペイン勢史上初の三冠獲得に大きく貢献した。2009年7月、ズラカン・イブラヒモビッチとのトレード、えとう、遺跡金4600万ユーロにより、5年契約でインテルナツヨナール・ミラノへ遺跡。2008から09シーズンセリエ A24 得点。 得点ランキング2位体のディエゴ・ミリートとにトップを組むことになった。8月8日のスーペール・コッパ・イタリアーナ、SS ラツィオ戦で移籍後公式戦初出場、初得点を記録すると、セリエ A デビューとなった2週間後のエースバーリ戦で、PK によりセリエ A 初得点を挙げた。2010年3月16日の UEFA、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦セカンド、 ウェグのチェルシー FC 戦では、チームを4シーズンぶりのベスト8へと導く、決勝ゴールを挙げた。その後インテルは、セリエ A、コッパイタリア、チャンピオンズリーグを制し、江東は、史上初めて2シーズン連続で3冠を獲得した、選手となった。2010から11シーズンも好調が続き、UEFA チャンピオンズリーグでは、グループリーグ6戦で1位の7得点を記録。 セリエ A でも得点ランクトップを走ったが、11月21日の AC キエボベローナ戦では、相手選手に頭突きをしてしまい、3試合の出場停止処分を受けた。FIFA クラブワールドカップ2010では、決勝のマゼンベ戦で1ゴール1アシストを記録るなど、活躍し、ゴールデンボール MVP を獲得した。12月21日にはクラブでの活躍が評価され、4度目の アフリカ年間最優秀選手賞を受賞した。その後は、セリエ、チャンピオンズリーグともに得点をこそのがしたものの、攻撃の中心として活躍。2011年5月9日のコッパイタリア決勝の、US チッタディッパレルモ戦では2得点を挙げ、インテルの2連覇に貢献。またこの2得点で、シーズンの総得点を37とし、バルセロナ時代の2008の09シーズンに記録した。 自己記録を更新した。2011年8月24日、ロシアダゲスタン共和国に本拠地を置く FC アンマハ8から23年契約で移籍した。移籍金は非公表であるが、移籍金2700万ユーロ、年俸は2000万ユーロと伝えられている。その3日後に行われたロシアプレミアリーグ第22節の FC ロストフ戦では、 後半58分から出場して80分に同点ゴールを挙げ、第23節の FC ボルガニジニノブゴロド戦では2試合連続となる得点を挙げた。2013年8月、アンジは経営規模の縮小を発表。結果、主力選手の大半が市場に出ることになった。フルスのインテルなどが獲得に動いたが、2013年8月29日、 チェルシー FC に一年契約で移籍決定。再びモーリーニョの下でプレーすることになる。背番号は29番。10月19日のカーディフシティ FC 戦で移籍後初ゴールを挙げると、2014年1月20日のマンチェスターユナイテッド FC 戦ではハットトリックを達成した。2014年8月26日。 エバートン FC に2年契約で加入した。2015年1月24日、UC サンプドリアに移籍した。2015年7月1日、スユペルリュグのアンタルヤスポルト3年契約を結んだことを発表した。同年12月7日が監督を退任すると、翌2016年に1月初頭まで暫定的に選手兼任監督を務め、最初の2試合で2勝を挙げた。 2018年1月30日、フリーエージェントで今夜スポールに加入した。8月3日、クラブと双方合意の上で契約を解除した。2018年8月13日、カタールリーグ一部のカタール SC が契約を結んだことを発表した。1998年の FIFA ワールドカップ、フランス大会にはカメルーン代表史上最年少と、 なる17歳3ヶ月で出場した。同年のトヨタカップ、2000年のアフリカネーションズカップ、シドニー五輪を制した。また、カメルーン代表として2002年日間、ワールドカップで来日した際にサガントスと試合をして、決勝点を奪っている。ワールドカップでは、グループリーグ第2戦のサウジアラビア戦で決勝点とナルールを決め勝利に導く。しかし1勝1分1敗の位で、 グループリーグ敗退となった。2006年ワールドカップドイツ大会のアフリカ最終予選はアウェーでコートジボワールに勝利し最終戦を前に首位に立つが最終戦でエジプトに終盤に追いつかれロスタイムにピエール・オメガ PK を失敗して引き分けに終わる。最終戦に勝利したコートジボワールに抜かれ本大会出場を逃したヤウンデの悲劇。 2006年のアフリカネーションズカップエジプト大会では、準々決勝で、ワールドカップの最終予選で最後まで出場を、争ったコートジボワールと PK 戦までも釣れたが、全員成功し2巡目の最初の番で、東亜クロスバーを超えるミスキックをしてしまい、チームはベスト8で敗れた。2010年ワールドカップ、南アフリカ大会では、グループリーグ初戦の日本戦では、チーム事情から、 本来のポジションとは異なる。右サイドでのプレーを余儀なくされ無得点だったが、デンマーク戦とオランダ戦ではゴールを記録した。9月5日のアフリカネーションズカップ2012予選のモーリシャス戦で2得点を挙げ、代表通算100試合出場と50得点を達成した。2011年11月15日、代表戦出場ボーナスの支払いがないことから、 アルジェリア代表との親善試合をボイコットして試合は中止された。これを重く見たカメルーンサッカー連盟は16日に代表戦15試合の出場停止処分を下したが、江藤は処分が不服であるとして規律委員会に訴え4試合の出場停止に軽減された。2014年8月27日代表引退を表明した。 2801622518331317528321コールスパンイコール三3五六8 5 3 5 6 6 6 4 9 7 4 5 5 3 2 5 4 2コールスパンイコール十5 7 2 7 3 0 5 2 4 0 3 0 4 2 1 2 7 4 4 4 0 コールスパンイコールに7 6 4 4 5 5 5 2 8 1 4 4 1 9三7 3 6 1 6 3 0 3 2 3 1 1 8 5 6楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。